高賀三郎辻川博士の機械な研究室は葉の落ちた欅の大木に囲まれてそれらの木と高さを争うように定程として地上30尺余りにそびえている支柱の上に立っていた。研究室は、 直径2軒半、高さ1軒半ばかりの円筒形で丸天井をいただき側面に一定の間隔で同じ大きさの窓が並んでいた1年余り風雨にさらされているので白亜の壁はところどころはげ落ちてネズミ色になり全体は一見不格好な灯台か 古ぼけたたの宮とも見えた私はそれを感慨深く見上げた1年前に物理科学のタイトである辻川博士が突然大学教授の職を投げうってまるで千本違いの雲の研究を始めた時は世間にかなり大きいセンセーションを巻き起こしたが さらに博士が東京郊外のこんなの中に日飲み櫓のような研究室を作って地上30尺の円筒形の建物の中にこもったのを見た時には「博士は強制りと感じた人も少なくなかったほどで私なども全く博士の真偽が組めなくていささかあきれた一人だった。しかしか 当の博士は世人の非難や嘲笑には一向無頓着で志士として雲の研究に没頭して研究室の中に100に余る飼育箱を置き数限りなき雲の種類を集め熱心に雲の習性その他を観察した半年と経たないうちに博士のこの奇妙な研究室には世界各地の なな雲が見られるる。ようになったのである半年を経過する頃には検討症の世人はもう博士がこの奇妙な研究室に閉じこもって雲の研究をしていることなどは思い出してみようともしなかったがある夜辻川博士を訪ねてきた友人の大学教授塩見博士がこの研究室から墜落残死した事件があって。 一時また騒ぎ出したことがあったその頃には物好きな人たちはわざわざこの研究室を見に来たものだったむろん川博士は容易に他人を室内へ入れなかったのでそうした人たちは地上から5軒も高くそびえている円形の塔を下から仰ぎ見て満足するより仕方なかったのだった しかし世間の人はすぐそのことも忘れてしまった辻川博士は再び世間と隔離して雲の研究を始めることができたがそれは長くは続かなかったというのは博士は一月ばかり前にふとした不注意から熱帯産の毒雲に噛まれて機械極まる上言をしゃべり続けながら 瀕死の状態で病院に担ぎ込まれ、1週間ばかり昏睡状態を続けた後とうとう倒れてしまったのだった佐仁は無論再び博士のことについて騒ぎ出したがそれもやはり長く続かず博士の死とともにこの奇妙な研究室とそこに生成する数百の雲については今は 帰り見る人もなくなくった。私は大学の動物学教室に助手を務めて、節足動物につき少し専門知識があるので、時折博士に招かれて研究について相談を受けたりした。辻川博士は前にも述べたとおり、物理化学では世界的の学者だったが、動物学では素人なので、 私のようなものでも幾分博士の研究を助けることができたのだったしかしそれもほんの初めの間だけで博士のように優れた頭脳を持った人には瞬く暇に私などが遠く及ばないぐらいの知識を獲得せられるのは何でもないことだった私は一二度博士がなぜ専門の物理科学を法的して 突如雲の研究に従事せられたのかということを聞いてみたが博士は笑って答えられなかった遺族の人の困ったのはこの研究室の始末だったというのは建物のこともそうであるがさらにその中にある数百の雲の処置に至っては全く手のつけようがないので。 それらの雲の中には人命を奪う毒雲もあるというので彼らは恐れて近づかず処置は少し専門知識のある私に一切委ねられることになったそこで私は今日ここにこうして一人でやってきたのであるさて私は落ち葉を踏んでこの奇妙な建物に近づきしばらく感慨深く 円形の塔を仰ぎ見た末急傾斜の鉄筋コンクリートの階段を上った上りきるとそこに畳一畳敷きより少し広いぐらいのランジングがありそこに研究室内に入る唯一のドアが開いていた階段と踊り場は無論円形の研究室に密接はしていたが 両者は別個に作られてごくわずかな感激を置いて分離せられていたこのことは些細なことであるが後に重要な関係を持つので特に付け加えておく私は研究室内に入った博士の生前にたびたび出入りしたこともあり動物学ことに 動物門において先行している私には十分慣れているべきであるにもかかわらず私は思わずぞっとして立ちすくんだ壁に沿ってずらりと並べられた箱の中にはそれぞれ8本の足をつけた怪物が思い思いに網を張って万居していた大型の鬼雲や 黄色に青黒い帯をした女郎雲や足が体の数十倍もあるザトウムシや背に黄色い斑点のある幽霊雲や珍奇な木村雲やその他トタテ雲地雲ハグモ、平タ雲黄金雲などあらゆる種類の雲がひ月ほど餌を与えられないために 極度に痩せてどんらんな目をギョロギョロと光らせていたその上に箱の始末が悪かったためか逃れ出た雲たちは天井や部屋の隅に網を張っていた壁の上床の上にも幾匹となく不気味な形をしてぞろぞろと走り回っていた 私はしかし自らを励まして十分に注意しながら箱をのぞき回った熱帯山の恐るべき毒蜘蛛は幸いにも厳重に密閉された箱の中にちゃんと収められていた辻川博士がどんなふうにしてそれに噛みつかれたのか博士が発見された時にはすでに瀕死の状態で ただ取り留めのない呪いの言葉を途切れ途切れにうなっていただけでよくわからないのだがとにかく塔の毒雲は一出していなかったので私はほっと安心したそれから私は部屋の隅々から書棚や机の裏側床の継ぎ目などを厳密に調べ始めたもしや 私の知らないでいた有毒の雲が逃げ出して潜んでいないかと思ったからである私は別にそんな有毒な雲は認めなかったけれども博士常用の机の裏側を改めた時に机の脚の一部に電流のスイッチが一つ取り付けてあるのを発見した電灯用や暖炉用にしては変なところに取り付けてあるので 私は不思議に思って二三度パチパチとひねってみたしかし予期した通り別に室内の電灯もつかず何のためのスイッチか少しもわからなかった私は少し疲れを覚えたのでちょっと休息するために部屋の中央の博士の常用の安楽椅子のほこりを払ってどっかと腰を下ろして タバコに火をつけた。外にはほうきのように空ざまに枯れ枝を張っているけやの大木を通して晴れ渡った青空が見えて冬の午後の日差しが室内までも入り込んでいたタバコの煙の行方を眺めながら私は博士の生前のことをぼんやり考えていた。 博士はどっちかというと陰険な人付き合いの悪い人だったそのために学問上には相当の功績を表しながら同じ学者仲間からはむしろ嫌われていたことに博士の同僚だった塩見博士は快活な明るい人だったから辻川博士とはどうしても両立せず陰気なだけ 辻川博士の方がいつも圧迫されがちで塩見博士の方では別段何とも思っていなかっただろうけれども辻川博士の方では塩見博士をよほど快く思っていなかったふうがあったもっとも辻川博士はあくまで陰性で面と向かって不快の情を表すようなことはなかったようだこんなことを考えているうちに 私はふと塩見博士が研究室の階段から墜落残死した時のことを思い起こしたそれは今から半年ばかり前の夏の終わり自分のことだった辻川博士から呼ばれて午後7時頃私がこの部屋に入ってきた時には辻川博士は私が今かけている安楽椅子に体をうずめて 相対した塩見博士としきりに何か話をしていた辻川博士の調子は普段と違ってひどくはしゃいでいて別人のように高笑いをしたりしていた博士は私の姿を認めるとすぐに立ち上がって傍らの椅子を進めて塩見博士を紹介した塩見博士は 入り口のドアをちょうど背中にして腰を下ろしていた、したがって、相対していた辻川博士はドアの方を向いていたわけで、私の入った姿は辻川博士にすぐ見えたわけである、塩見博士の位置は、後に重大な関係を持ってくるので、ちょっと付け加えておく、それから私たち3人は愉快に談笑を交わした。前にも述べた通り。 辻川博士が平素と違って非常に快活だったしそれに話し上手の塩見博士がいたし辻川博士と2人きりの時にはいつも話のきっかけに窮する私もついつり込まれて大いにしゃべった私はこの時に塩見博士のユーモアを混ぜた独特の湯やや皮肉とよく回る舌とに感心して それに快く相図地を打つ辻川博士を見て、世上で二人の不和をうんぬんするのは全く御伝だと思った。しかし、これは私の閃白な思い違いだった。私たちの話はなかなか尽きなかった。ものの2時間もしゃべり続けたと思う。その時に突如として、塩見博士は飛び上がった。 私はびっくりして博士の顔を見たが土のように青かった博士は悲鳴を上げながら背後のドアに飛びついて部屋の外に飛び出したあまりに不意の出来事で私には何のことやらわからなかったが私は何でも床の上を張っている珍しい一匹の雲を見たように思ったその雲は多分 見博士の足元へ張っていったのだろうトタテ雲の一種なんだよ潮見くんは毒蜘蛛と間違えたんだよその床の上を張っている雲を指して辻川博士はそんなことを言ったと思う私は後に臨検した警官にもそう証言したがその時は そんなことを詳しく耳に留めている余裕はなかった。というのは汐見博士が飛び出すと同時にドアの外でギャッという悲鳴とともにドタドタというものの落ちる音がしたからで私は驚いてドアの外へ出ようとしたすると辻川博士が慌てて私を抱きとめて「危ない階段が急だから」 とわやに言って私を引き戻して博士の方が先に外に出たそれから先は新聞にも詳しく出た通り外に飛び出した塩見博士は階段で足を踏み滑らして途中で二三回階段に頭をぶつけながら開花まで転落してその場で即死してしまったのだった辻川博士と塩見博士とは あまり仲が良くないということが伝えられていたりしたので臨見した警官はかなり厳重に事情を聴取したしかし両博士が極めて平和に談笑していたことは私が証言したし塩見博士が突如として郊外に飛び出したのは全く足元に這い寄ったある種の雲を見て毒蜘蛛とでも誤認したためとしか思われないし その雲は毒雲でも何でもなく誤認したのは塩見博士の過失でありことに階段から転落したのは全く塩見博士の過失によるものであるから辻川博士には何の責任もないわけであるそこで辻川博士には何らの咎めはなかったしかしこの問題では 各新聞紙が競って興味本位に報道して辻川博士が突如として大学を辞めて専門違いの雲の研究を始めたことや30尺の支柱に支えられる円形の塔にこもっていることなどを事新しく書き出して大いに世人の好奇心を煽ったそのために研究室の下には一時見物人が群れて 辻川博士は非常に不快な目をしたことは前にも述べたとおりであるその後も博士は雲の研究をやめようとせず研究室に閉じこもっていたが最近では少し頭の調子が狂いだしたらしく様子が変だということを私は聞いた私は円形の奇妙な研究室の中で 周回な雲類に囲まれながら思わずも故辻川博士の階級に老けったがふと気がつくとテーブルの灰皿にはいつの間に吸ったのか吸い殻が林のように立っていた私は時間の移ったのに驚きながら立ち上がって念のためにもう一度飼育箱の中の雲類を観察してそれらの処分法について 頭のの中に一つのプランを作り上げたそこで私がこの研究室にやってきた目的は達せられたわけであるから私は前にも述べたとおりこの部屋に出入りする唯一のドアに手をかけて静かに内側に開いて何気なく一歩外へ踏み出そうとしたがその時に私は「あっ!」と叫んでグラグラとしながらドアにしがみついた。 私はもう少しのことで直下三十尺を墜落するところだったのだそれはなんと不可思議なことであろうドアの外には確かにあるべきはずの踊り場も階段も影も形も消え失せているのだったはるかに却下には三十尺の支柱の土台となっている円形のコンクリートの地盤が 私を誘うように冷たく横たわっている私は幾度か目をこすって見直したしかし錯覚でも何でもなかった私は室内を見回したしかし無論ここ以外にドアがあろうはずがない私はドアをバタリと閉めてよろめきながら室内に入って 一つ一つ窓をのぞき回ったするとどうだ踊り場とそれへかけられた階段は3つ目の窓の下にくっついていた私はぼうぜんとした窓から踊り場に飛び降りれば私は絵画へ降りることはできるだからこの奇妙な登場に閉じ込められることは免れることができるのだが しかし、近々1時間ぐらいの間に、鉄筋コンクリートの階段が移動したことは、なんと不思議千盤ではないかしばらくぼうぜんと突っ立っているうちに、私はふとあることに思いついた私は窓から差し込んでいる冷やしをじっと観察したそれから、生涯にそびえている大木をじっと観察した。 私は発見した。この円形の研究室はそれを支えている支柱を軸に静かに回転しているのだ私は突如思い当たった私はこの部屋に入ると間もなく机の裏側に妙なスイッチがあるのを見つけてパチパチとひねってみて結局元通りにしたつもりだったがあのために電路が閉じて この直径2軒半の鉄筋コンクリートの丸い塔が回転を始めたのに違いないのだ私は塔の回転した距離を目測したが階段の移動は2時間半くらいで角度にして約120度ぐらいだった移動に要した時間は約1時間であるから回転速度は約3時間に360度すなわち 一回転するものと思われた私はすぐスイッチを切ろうかと考えたがふと完全に1回転させて元の位置に返した方が良いと考えてそのままに放置したそうして再び部屋の中央の安楽椅子に腰を下ろして何のためにこの研究室が回転するように作られているのであろうかと静かに考え始めた。 私ははっとあることに思いついた私はあまりに恐ろしい考えに思わずグラグラとした私は痛む頭を抱えて立ち上がったそうして狂気のごとく部屋の中を歩き回ったそれから私は荒々しく部屋の中のものを手当たり次第に押しのけて 何者かを見つけ出そうと焦った「私は辻川博士の秘密が知りたかったのであるこの研究室のどこかに辻川博士の秘密が隠されていると信じたのであるまるで狂ったように荒れ回っていた私はとうとう書家の後ろの秘密の隠し場所から故辻川博士の日記を発見した。 私は震える手でパラパラとページを送ったそうして私はやはりそこに博士の秘密を見いだしたのだった×月日××日 S を殺そうと決心してから3ヶ月になるこの頃になってようやく一つのプランを思いついた S, S を殺さなければならない理由は全く主観的なもので俺は両親を休んじさせるためにジャスチファイをする必要はないと思う俺は世間を欺けばよいのだ両親を欺く必要は少しもない俺は S を殺そうという考えが少しでも鈍りかけたら 彼が俺に加えた数限りなき有形無形の侮辱を思い出せばよいのだ S は2人だけの場合であると後悔の席であるとにかかわらず改虐の仮面のもとに俺をあざけり俺を軽蔑し俺を圧迫し俺を罵り続けたこのことは彼自身が意識していると意識していないとにかかわらず 俺には忍ぶむべからざる侮辱であるしかし俺のいじけた性質と突然に対する彼の華やかな性質と雄弁とは俺を彼に対して反抗を不可能ならしめて常に同契役者の地位に置いた世人は彼の雄弁と快虐とに見せられて交渉をするたびにその陰に 俺という被害者が歯ぎしりしていることに全然気がつかなかったいや今更俺はこんなことをくどくどと書きつける必要はない結論は簡単だ俺は S を憎む殺さなければならないほど憎むそれは動かすべからざる事実だ 問題は彼を殺すべき方法である俺は過去3ヶ月にわたってあらゆる殺人方法について研究してみたがどの方法も確実性と絶対不発見性とを具有しているものはなかったただ一つちょっと面白い方法だと思ったのは外国人の書いた短い探偵小説だったそれは A という男が B という男を殺さなければならなくなってある大きいビルの1階と最上階に全く同じ位置に各一室を借り受けてそれを全く同様に飾りつけたもし目隠しして突然そのうちの一つに連れ込まれたとしたら目隠しを取られた刹那果たしてどの階にいるのかわからないことを必要とするのだった こうしておいてある夜 A は B を1階の部屋に連れ込んで突如彼の自由を拘束してこの部屋には自動爆発装置が敷設してあると偽り今より30分後正和9時にはこの部屋は爆発してお前は粉ミジンになるのだと脅かした後に彼に睡眠剤を与えて昏睡させた。 そして昏睡している B を抱えてかねて用意してあった最上階の一室に連れ込んで時計を9時5分前に止めて部屋の中に B を置きドアを閉ざして逃げ去ったこの時に時計は必要な時間で止めておかなければならないなぜならばいつ目覚めるかわからないからである B は ふと目覚めた。気がつくと手足を戒められているしかし幸いにそれは緩んでいたので早速振りほどいた彼は次第に A の脅迫の言葉を思い出した彼は無論1階の部屋にいると思っている彼ははっとして時計を見た9時5分前爆発には 余すところ5分しかない彼はローバイしてドアに飛びついたしかしドアはびくともしない彼のローバイはその極みに達して窓に飛びついたところが窓は幸いに開いたここは1階であると彼は思っているで彼は勢いよく飛び降りた一瞬の後 彼は無論街路に血にまみれて即死していたこの方法はなかなか巧妙であるしかし静かに考えてみると最上階と1階の同じ位置に部屋を借り受けてこれを全く同一に飾りつけて他から怪しまれないようにするには相当の困難がありかつ昏睡している人間を一人抱えて 1> 1階からら最上階まででで誰にも咎められななないで運ぶここととはは容易なことではないその上にこの方法の致命的欠陥というのは結果が全然偶然的で必然性がないということであるというのは目覚めた B が注文通り漏狽してくれればよいがもし冷静に観察されるとまず第一に。 時計の止まっていることをカ破せられるであろう第二に窓を開いた時にそれが1階でないということを悟られる恐れがあるそして最も恐るべきことは一旦見破られたが最後 B の陳述によって A は殺人未遂という逃れられない運命を担うに至るであろうそこで俺は 右の方法に一つの改良を施したそれは B に対して何ら強制力を用いないことである強制力を用いさえしなければもしやり損なった際も何の咎めを受けずに済むわけである×××××月日俺は予定通り大学を辞めた 郊外の研究室の工事も着々進んでいる俺は初め屋敷内の一部に研究室を建てようと思ったその方が S をたびたび招いたりするのに都合がよいのであるがいかに巧妙に言っても人目の多い市内では俺の計略を見破られる恐れがあるから不便な郊外を選ぶことにした×罰月罰日×日 ととうとう研究,室ができた研究室の秘密については俺は都合のよい人間を知っていたので絶対に他に漏れる心配はない設計施工をやった人間は研究所を必要だと信じているのだまさか俺が殺人をする目的でこんな装置をしたとは思っていない 罰日。研究はいよいよ雲と決めた初めは蛇にするつもりだったが雲類にも猛毒なものがあるからそれを利用することにした「×××××日」今日深夜ひそかにテストをしてみた至極成績が良い俺が初め心配したのは回転速度だった 一体五人は等速運動をしている時に他に比較すべきものがなければ全然意識しないものだ下等動物のうちには他に比較すべきものがあっても平気なものがある例えばハエのごときものは走る馬の背にでもじっと止まっているこのハエの習性はかのハエ取り機なるものに利用されているすなわち 静かに回転する木片の上にハエの好むものを塗っておくとハエはそれに止まる彼は木片が徐々に回転してついに出ることのできない穴ぐらに陥れられるまで気がつかないのだしかし人間が果たして外界に比較すべきもののない場合に等速運動に気がつかないかどうか 真の等速運動なら心配はないが人為的等速運動において俺は少し心配だったそこで回転速度を極めて少なくした人は秒針の運動はよく認識することができるしかし秒針の運動でもちょっと見た瞬間にはわからないものでだから人は 懐中時計が動いているかどうかを試す時に目によらないで耳によるのを普通としている分身の運動に至ってはほとんど認識できないと言ってよいもっとも時計の表には区画があるから23分見つめていると1つの区画に近づくのでやや運動を認めることができる区画がなければほとんどわからないであろう もしそれ地震の運動に至っては全然認識することができないであろうそこで俺は回転速度をおよそ3時間に1回転としてテストをやってみた結果は極めて良好だった×月××日俺はまたプランに一つの改良を加えた最初の考えでは 俺は S と2人きりで研究室で会おうと思っていたしかし2人きりでは俺があるいは S を突き落としたのではないかという疑いを受ける恐れがある外部に目撃者を置くと研究室の回転を見破られる恐れがあるその上俺は夜あたりに誰もいない時かつ窓から外のものが見えない時を選ばなければならぬから 目撃者を外に置くわけにはいかないそこで俺は目撃者を内部に置くことにしたこの方法は目的どおり S が墜落してから研究室の移動を悟られないために骨が折れるしかし人は異常な出来事の際には狼狽するものだからこの時には急激に研究室を現状に戻しても 気づかれはしないだろう。バツニ日。とうとう成功した俺は S を呼んで務めて艦隊した S は哀れにも今に死ぬことを知らないで相変わらず皮肉を交えて俺を揺やしながら談笑した俺はおかしさを噛みこらえて彼に毒蜘蛛の恐るべきことと 最近一匹が逃げ出して今に行方の知れないことを話して聞かせてやったさすがの彼も非常に気味悪がっていたしばらくすると大学の動物学教室の助手をしている K がやってきた俺はそっとスイッチをひねって研究所を徐々に回転させた 誰も気づかない俺は気づかせまいとして一生懸命に話した S や K は俺が兵素の俺ではないことに多少気づいたであろう俺は頃合いを図ってかねて足元に伏せてあったトタテ雲の一種を話した雲はのそのそと S の足元に這い寄った 毒蜘蛛の話に怯えていた彼は青くなって突っ立ったそしてドアの外に飛び出したあるいは S は俺が彼を殺すつもりで毒蜘蛛を彼に向けたと思ったかもしれぬ彼は俺が彼を恨んでいることを多少感づいていただろうし彼の逃げ方が あまりに真剣だったからこの時にドアの踊り場からほんの少ししか離れていなかったはずであるしかしほんのわずかでも離れていてはたまったものではない彼はたちまち踏み外して一旦階段の中ほどに落ちて跳ね返って地上に落ちた彼は即死した 俺の目的は完全に達せられたが、よし彼が即死しなくても、俺が殺したということができないはずである。目撃者 K は、無論俺の殺意を認めはしなかった。S が雲を恐れて悲鳴を上げて外に飛び出して、勝手に階段から滑り落ちたのである。俺は、 K が浪漫している暇に研究室を現状に服したこの時は加速度が加わったはずであるが K は少しも気づかなかった「バ松月末日アホどもが研究室の下に来てワイワイ騒いでいる一人ぐらい俺の計略を見破るものがあってもよいのだが」。 そんなやつはいないらしい××××罰月罰日 S は死んだそれは明らかな事実だしかし俺は S の死によって予期したように慰められないでなんだか物足りなくて仕方がない俺は S を殺せばこんな雲の研究はやめるつもりだった S, S の死によって教授を失った大学はきっと俺を迎えに来るだろうと思っていたが大学からは何とも言ってこない残念ではあるが俺はなんだか雲の研究がやめられないような気がする×××罰月罰日大学からは何の音沙汰もない俺はまたせっせと雲の研究を始めだした バツガツバツニチ今日は熱帯産の毒蜘蛛のオスメスが手に入ったバツガツバツニチ俺はなんだか雲に呪われているようだ飼ってある蜘蛛どもが妙に探偵のような目つきをして俺を睨んで仕方がないバツガツバツニチ 俺は呪われているあの熱帯山の毒蛛が S の亡霊だとは気がつかなかったあの目を見ろあの目は S がこの研究室の却下に血まみれになって横たわっていた時の目だあいつは毒蛛になったのだ××××罰月罰日 負けてたまるものか鷹の知れた蜘蛛にエスもエスだ殺されるような育児なしだけあって雲になり下がるとはよし来い俺は貴様と戦うぞいじめていじめ抜いてやるぞだがあの目つきは ああ俺はこのごろ雲が恐ろしくなってきた目だ目だ恐ろしい雲の目だ××××罰月罰日雲の目が恐ろしい俺は 到底。この部屋の中で眠ることはできぬ。よし？明日はいよいよ最後の勝負だ。見ろ！s の毒ゴマめ。1つかみに潰してやるぞ。恐ろしい。雲の日記はここで終わっていた。 読み終わった私は恐ろしさにガタガタと震えだした。ふと気がつくと私の周囲にずらりと並んだ箱の中から幾百幾千と数限りない雲が右から左から前から後ろからぞろぞろと私めがけて寄ってくるのだ。 私は無我夢中にドアに飛びついて押し開けた不思議なことにそこにはちゃんと階段があった私は後をもみずに飛ぶように走り降りた数日の間私は熱を出して病床に横たわっていたその間に奇妙な研究室は火を出して内部はすっかり焼けてしまい 数百の雲もことごとく焼け死んだ当局の見込みは「古事記」か「不老人の類が入り込んで火を出したのだろう」というのだったもし火を出さなかったらあの異様な塔は永久に静かに回転を続けて容易に人に気づかれなかったかもしれないと私は 今でもそう思っている。